はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はコメントいただきました、ありがとうございます。先日の動画で全キャラレベル99にしたよっていうのを出したんですけども、アンルシアがいないじゃないかということでした。すいません、まだねアンルシア仲間にしてなかったんですよ。で、仲間にしましてレベル99まで上げました。レベル99まで結構時間かかるよね。で、アンルシアの強さですけどもこんな感じです。装備は何もつけてない状態でこれですね。めちゃくちゃ強いわけではないです。めちゃくちゃ強いわけではないけども、まあキャラクターとして好きなので、基本的には入れるようにしてますかね。はい、ではアンルシア装備を整えまして、ボスと一度戦ってみましょう。それでは行きます。新しいボスのゴースネルですね。結構めんどくさい敵なんだけども、こいつと戦っていきましょう。捨て身だな。んで転ばせよう。やっぱりこれね、うん、ダウンさせるっていうのはまず必須ですよね。で、こいつは麻痺を使ってくるので、キラキラポーンは必須ですかね。2体には使えるな。あー、ちょうどなくなった。まあいいか。基本的には超早ぶさ切りで単体攻撃してギガスラッシュで全体攻撃みたいな感じの使い方でいいのかな。まあそれぐらいしか使い方ないからね。あ、で、ちなみにあれは入れてません。パネルは何にも入れてない。パネル何もなしで、やってます。全然ね、火力としてはヒューザとかマイユの方が上ですね。で、ゴッドジャグリングで攻撃力を下げていく。 OK。 あ、下がらなかったか。んで、キラキラポーンはフーラに入れてた方がいいなや。 OK、まあ、この感じでゴリゴリいきましょう。こっからがちょっとめんどくさくなりますね。闇の衣をまとってからがちょっとめんどくさくなるけども、まあ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 いけるかな。ダストンのテンションがねもうちょっと上がってくれればもう少し戦いやすくなるんだけども、まあ大丈夫です。 OK、 溜める、溜めるがかかった、ありがたい。よし、いい感じ。早めに倒せると思う今回は。こいつ結構強くてね、時間はかかってたんですよ。2回回復した方が良さそうね。とにかく攻撃力が高いので攻撃力を下げるような感じでいった方が良さそうです。で、必殺ですけどもギガブレイク、ギガデインで不死鳥天武を覚えます。ギガデインはねそんな強くないです。うん、全体に800とか900ぐらいのダメージで、ギガブレイクはご存知の通りそこまでですね。まあ同じく全体に700-800なので、単体だったらまあ不死鳥天武、これがもう間違いないですよね。よし、いけました。のために負けられないわ。はい、ということで今日はアンルシアもレベル99になりましたのでご報告でした。装備をつけた状態のステータスがこれぐらいです。うん、まあもう少し攻撃力高くてもよかったんだろうなと思うけども、うん、まあ何でもできる人なんでこれぐらいでいいんではないでしょうか。覚醒したりしないよね、この後。うん。まあ、多分この強さのまんまだと思うんですけども、まあ、何でもできる人で、パーティーに入れてて、損はないかと思います。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。